渋野日向子、諸見里忍、アプローチ技術の吸収力がとても優れている。静かに彼女の成長を見守りたいな。2020年の女子ツアーは若い世代の活躍が目立ちました。プレーを見てどう思いますか？昨年は黄金世代やプラチナ世代、さらにその下の新世紀世代の活躍が目立ちましたね。とにかく今の若い子たちは見ていてすごく楽しい。6月のアースモンダミンカップで渡辺彩香さんの復活優勝もすごかったですが、そこから笹生優花さんが NEC 軽井沢72とニトリレティスで連続優勝した時は衝撃でした。特に NEC の最終日、16番パー5でセカンドを6番アイアン残り195ヤードで打って2.5 メートルにつけたプレーにはみんな驚いたと思います。笹生さんはパワーが印象的ですよね。笹生さんの圧倒的なパワーは体の強さから来るものですが、アプローチの技術もあります。アマチュアの頃から様々な国でプレー経験があるので対応能力が高い。あとは決断するのもとにかく早いですね。他にはどんな選手のプレーが印象に残っていますか？2020年に3勝した古江彩香さんは試合に出るたびに上位に食い込んでプレーもすごく楽しそう。自信もついている印象を受けました。1勝した西村優菜さんも当初は苦しい幕開けだったのですが、勝つためには何が必要なのかを試合ごとに吸収し、経験値が増えてレベルが上がっていると感じます。原恵梨香さんのメジャー2勝、日本女子オープン、JLPGA ツアーチャンピオンシップリコーカップも素晴らしかった。それを見た他の選手たちも私もできると思うはず。さらにレベルアップしてくる選手が増えると思います。今の若い選手たちには強みや個性があると感じますか？そう思います。古江さんは淡々としたプレーをするのが特徴で、小技がうまく、ボギーを打たないゴルフを信条としていますよね。西村さんは体格は小さいですが、体をうまく使ったスイングで飛距離もそれなりに稼ぎますし、全体的に引き出しが多いと思います。原さんは飛ばしという武器をうまく使っています。リコーカップの時にはロングホールでしっかりバーディーを取っていて、強みを生かしたコースマネジメントができているなと感じました。それにしても若い選手たちはみんな仲がいいですよね。優勝した瞬間は仲のいいプロが水をかけ合ったりしていますよね。誰かが優勝した次の日には同期プロが集まってお祝いの食事をしているそうです。私の場合は他の選手よりも1時間でも多く練習してやろうと思っていて、同期でご飯に行くことはありませんでした。当時は同期の上田桃子をはじめ、不動優里さんや小上穂さんなど強い先輩がたくさんいたので、勝つためにはどうすればいいかずっと考えていました。私は特に負けず嫌いだったんだと思います。メジャー優勝者だと永峰咲希選手も日本女子プロゴルフ選手権でようやく2勝目を手に入れました。実は彼女がプロデビューした年に一緒に回ってるんです。すごく印象的なのはドライバーショット、40ヤード近く置いていかれたことがあったんです。あとはロングアイアンのキレの良さがとても印象に残っています。期待されながらもなかなか勝てず、2018年の富士サンケイクラシックで初優勝して2勝目がメジャーだったことはとても立派です。もともとポテンシャルはありましたし、2020年に入ってショットの安定性に磨きがかかっていたのが優勝の要因かなと思います。先日全米女子オープンで渋野日向子選手が4位と優勝を逃しました。2020年の渋野選手をどのように見ていましたか？渋野日向子さんは2020年は不調と言われていましたが、米ツアーに参戦してからはいろんなアプローチの技を習得しているなと思いました。2020年の前半はスイングを変えたりバッティングスタイルを変えたりしながら模索を続けていたと思います。さらに強くなるためには必要なことで、
今は進化する過程だと思います。私はすぐに成績ばかり求めるのもおかしいと思っています。この先の成長を考えれば焦るべきではないということですね。渋野さんは海外でグランドスラムを達成したいと言っていますから、そこに挑戦するためには今どうするべきかを考えているはずです。選手にとっては 2,3 年の土台作りが非常に重要です。速攻性のあるものを取り入れて成績を上げるのか、 2,3 年後に目標に近づけるようにするのか、それは選手の覚悟次第だと思います。もちろん成績が出ないのは苦しいですが、彼女の V ツアーの戦いぶりを見ていると本当に楽しそうでした。アプローチの技術を見ていても吸収力も速い、そこはとても優れていると思います。それでも世間もメディアも渋野選手に勝利を求める傾向がありますよね。諸見里さんも当時は周囲の声に苦労されたと思います。強い選手だからこそ20位以内にいてもスランプだとか、なぜ勝てないのかと言われるんです。でもそれは光栄なことだし、しょうがない部分もあるかもしれません。それこそ宿命ですよね。それを分かった上で自分の気持ちの切り替え方や集中力を高める方法を考えた方がいいと思います。2ヶ月のベイツアー遠征から戻った後の日本ツアーで大王製紙エリエールレディスで5位、 JLPGA ツアーチャンピオンシップリコーカップで3位タイといい結果を残していましたし、その後の全米女子オープンで4位ですから、静かに彼女の成長を見守りたいなという気持ちです。渋野選手以外の若手の台頭も楽しみですね。もちろんです。2020年の全米女子オープンに出場した選手たち、渋野含め19人は経験をもとに今年はさらにレベルアップしてくると思います。だから私も生半可な気持ちで解説したらいけないんですよ。2021年はどのような活動を計画していますか？まずは3月のダイキンオーキッドレディスに出場する準備をしています。実は第一線を退いた今の方が自信だけはあります。笑い。飛距離がかなり落ちているので、この3ヶ月でしっかりトレーニングをして飛距離を伸ばしたいですね。もちろんコースセッティングや解説も続けながら、いろんなことに挑戦してこれだと思えるもの、やりたいことを見つけていきたいです。キム・ミョンウン取材文テキスト by キム・ミョンウン。みんなの声、渋野日向子さん。2020年は厳しい年でした。出だしの国内1と米国2のツアー3連続予選落ちでした。どうなってしまったのかと不思議でした。米国4試合後の国内戦、またしても予選落ちでした。国内では第1戦のアースモンダミンカップに続き連続の予選落ちでした。引き続きの国内では第39回大王製紙エリエールレディスオープン5位、 JLPGA ツアーチャンピオンシップリコーカップ3位タイと調子が上がっていました。その後の2020年最終戦が米メジャー全米女子オープンでした。やはり米メジャーで戦い勝つことができると思わせてくれるのは渋野さんでした。よくここまで立て直すことができました。普通の選手とは明らかに違いました。2019年に全英女子オープンで42年ぶりの日本人米メジャー制覇を成し遂げています。これが全ての今後の期待に対する答えです。このメジャーを取っていることがいかに難しくて輝かしいことだったのかです。物が違うのですね。安心して応援していればいいのですね。2021年は3月4日開幕のダイキンオーキッドレディスが始動の予定です。静かに何も心配しないで見ています。怪我のないよう進化していっていただきたいです。いつも応援しています。男どもは渋野さんが元気にゴルフしてる姿見てるだけで満足ですよ。一挙一動が素敵です。渋野選手の成績を求めているのはファンであって、本人は目標を持って努力していると思う。
諸見里さんももっと試合に出ていいプレーを見せてほしいな。尾崎雅史選手が56歳の時にテレビ番組で好不調は円を描いている。一度頂点まで行くと下降していく。その最下点がスタート地点の上で上昇しなければいけない。次の上昇する円の頂点が1回目の円の上に来る。要するに千枚だな。それを繰り返すことによって上の分野がどんどん高くなり、下の分野も高くなる。そうなれば不調時でもそれなりの戦いができるようになると語っておられました。諸見里選手の解説はそれと同じ内容に感じます。その他の若手の成長がより渋野選手の刺激になる可能性はあるよね。渋野プロに限らず女子ゴルフの飛躍の年となりますよう応援しております。ファン応援する人のはずなのに、自己満足のために結果だけが全てになって贔屓の引き倒しをする人が多すぎます。一昨年の夏にゴルフを見るようになって毎試合優勝争いを要求し、それをしなければプロでもないのにあれが悪い、これが悪いと批判する。ゴルフという競技で毎試合優勝争いできる人なんていません。世界1位でも予選落ちします。1年や2年勝てないこともあります。自己満足ではない本当の応援はできないんでしょうか。渋野プロは2019年全英優勝後に3年後にはもう一つメジャー勝利、10年間でグランドスラムを達成することを目標としますと明言しています。これ以上でもこれ以下でもありません。焦らず世界で活躍できる逸材を応援し続けたいと思います。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。